バイオハザード RE2 のね、続きをやっていこうと思います。前回ですね、めちゃくちゃね、死にまくってね、マグナムをね、手に入れて終わったんですけど、まだ使うのもったいないかなと思ってね、一回アイテムボックスに入れてきちゃったんですけど、今回ね、ちょっと調べてみたら、この電子部品を使って、檻で死んじゃったベンだっけ？ベンっていう人のところにね、行くらしいのでね、早速、向かってみましょうかねーってね、早速見てほらー。タイラント来てるんですよ。ちょっとやられないように、ベンのところに向かいますかね。あれ、ここだったよね、確かね。ベンいたのって。やばい、覚えてない。いや、しかもここあれじゃん。ゾンビいっぱいいるところだ、これ。体力少なすぎてね。一回食らうともう死んじゃうんですよ。あ、いた、ベン。あ、よかったよかった。ここ来るまで結構苦戦しちゃったよ。で、ここでね、電子部品を使うらしいんですよね、これか。え、これを？はいはい。これ2個でいいのかな？はぁ！謎解きかよ、自分の苦手な。これどういうことだ？こっから、右上かな？につなげばいいってこと？うわ、これ難しそう。なんかこれ、多分ここは合ってるよね。ここまでも合ってるはず、多分。ここも合ってるな。これなんで2つあんの？ 2 つとも繋がなきゃいけない感じ、これ。お、でもなんかいい感じになってきて、るんじゃない？あ！あ、意外とあっさりいった。いや、いっちゃった。大丈夫か？あれ、ベンゾンビ化してないよね。うわ、見て、このお目目。あ、これで取れるね。あ、これ番号覚える必要なかったんだね。これ書いてあるやつね。前覚えたけど。なんだ？何？なんか機械？これはアンブレラが設立した奨学金の取材じゃなかった？ そんなネタじゃ誰も食いつかない。みんな G ウイルスどこでその名前を。しかも町のクソでかい穴ぼこは地下にあるあんたの研究所に通じてるんだってな。研究所？あんたのとこ教えてくれよ。もう話すことはないわ。誰との会話今？インタビュー記録。ああ、でもそれじゃ何の説明にもなってないと思うかな。アンブレラが、例の孤児院を支援してるなんて偶然とは思えない。これはアンブレラが設立した奨学金の取材じゃなかった？あれ、これ今の会話じゃない？とうとう出てきたね、G ウイルス。街のクソでかい穴ぼこって何これ？そこに研究所があるってこと？これ、ベンと誰かの会話って、ってことだよね。だから、ベンって聞くとさ、最近さ、カードキー手に入った。なんか結構昔にコーンを食べた時に、うんちをしたら、そのままね、びっくりするぐらいね、コーンが出てきてね、びっくりしたっていう話をね、最近したんだよな。え、かゆくめちゃくちゃありがてえ。これ使っとこう、ベンのメモ。警察はもう化け物だらけだ。忌々しいうなり声が、ここまで響いてくる。だから俺が恐れているのはゾンビなんかじゃない。コードネーム、タイラントってあれだよね。頭チュルチュルのね、さっき動画の最初にも出てきたあれだよね。奴らが極秘に開発した究極の生物兵器だ。まさかあんなものまで出てくるとは。おそらく奴に下された命令は、後に証人となるものの抹殺。誰かを消すために使われてるってこと？これ早速使わさせてもらおう。ありがてえところにあったなあ。あ、ベンの近くにベンがある。あ、かわいそうに。他アイテムないよね。これもう、これさ、ここ帰り道絶対出てくるじゃん、ゾンビ。ほら！やばそうだ。これマジで全部出てくんの？これでもどっかしらさ、アイテムありそうじゃない？これ何？ここで使うのか？え、待って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 。
あ、よかった、こっち道あって。あ、あれれ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 れ、これ何、ここでまで出てくんの、タイラント。これなんかグリーンハープとかないかな。今回復マジで貴重なんだって。これ回り込まれちゃう。やめてくれ、これ全部相手にできないって。やべえ、倒されちゃった。早くレオン逃げて。これ相手する必要ないよね、多分ね。よしよしよし。あ、ここワンちゃんいるんだよ。なんだよ、またダイランとか。うわっ、これちょっと、あ、これ戦うの誰、またいたか、助けて、いいだ。てか、タイラントお顔しなくてたね。おお、やったすげえすごいな、容赦なく突っ込んだな。めっちゃエイダに助けられちゃってんじゃん。ありがとう、エイダ。いい加減にして。これであなたを二度救ったわ。本当だ、二度救われちゃったね。まさか数えてたとはね。いや、それぐらい数えなくても。なんだ、死なない奴ばかりね。うーわ、びくともしてないし、しかも、うえ、爆発しちゃった。え、何今、エイダが爆発させたの？すげえ。持ってる。これもね。え、これもここ、バイバイ？説明してくれ。これ、アイデアエイダだったの？私が聞いてから。ここを出ましょう。でも説明してくれってことはそうだよね。エイダってことだよね。じゃなきゃ説明できないもんね。これ追っかけてくんじゃない？大丈夫？これ何？もうカードキーってここ脱出できるの？もう。はい。これ絶対レターと追っかけてくるような、タイラント。大丈夫？あ、あそこで潰れてんのか。早く開いてくれ大丈夫か？追っかけてくる気しかしないんだけど。なんだ？あ、さっきのあれを聞いてるのか。すげえ、歩きながらちゃんと聞いてる。どういうこと、エイダ、これは。ちゃんと説明してね。ちゃんと、お顔見て説明して。残念だけど違う。ベンは失敗したみたい。なら君は何を探してる？この混乱を招いた責任者について。それであなたは世界でも救いに行くの？警部補との約束だ、助けを呼ぶ。うまくいくといいわね全然お顔見てくれねえだ。え、何だったの今の会話は。じゃあそれしか何教えてくんないの？てか前までと危ないね。何これ、ガンショップだって。剣道これ剣道読み方え、武器あるんじゃないのこんなか。あのガンショップを通るしかなさそうね。あ、行くんだ。え、なにこっち。あ、なんか工事中。あ、行くんだ。え、開けれんの、いいだ。あ、なんかピッキングみたいにしてるね。あ、びっくりした。いいだろ、頭触り出したのかと思った、急に今。エッチだな、レオン。え、武器ないの、武器。うわ、すげえ荒らされてる。なに、どうした、お腹痛いの、大丈夫。なに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 、何調べてんの。え、これ何、もう行ってもいいの。あ、なんかお話ししてくんなくなっちゃった。え、てかライトつけなくていいの。あ、あ、ありがたいありがたい。これ結構使えるよね。回復アイテムが欲しいんですけど。なんだこれ、何、ロングバリルって。カスタムパーツ。お、え、これもしかしてハンドガンとかに使う。あー、はいはいはい。え、あ、なんかアイテムの欄がなんかすごい場所取りそうになっちゃったぞ、ロングバレル。使ったら。え、でもこれパワーアップしたってことだよね。え、これハンドガンもどっかにあったのかな。天守への置き手紙。あなたが大丈夫なら分かってるわ。何か事情があるのも。でももし、他の手が打てないような状況になったら、行き先は分かるように力になるわ。ジルバレンタインって、あれ、これ1と3の主人公だよね。あ、しかもこれお店の名前本当に剣道だったんだ。ジルの置き手紙。知り合いなの？うわー、ありがたいよ、玉。玉と回復はね、マジでありがたい。てか、
何？動くな。何もしない。動くなって言ってんだろうが。剣道？ここを通り抜けたいだけだ。銃を下ろしてくれ。そうだ、何もしないよ。さっさと向こうを向いて、今来た扉から出て行け。子供？その子、症状が出てる。あ、なりかけてんの？娘のことはお前には関係ないだろう。銃捨てて。あ、よせ、やめろ。そこをどいて。その子が変わる前に処理しないと。しちゃうの？処理だと。俺の娘なんだぞ。あ、やっぱ娘さんなんだ。いいだ。もういいだろ。エマ、そこを出るなと言ったろ。これもうなっちゃってんじゃないの？パパ。あ、喋ってる喋ってる。ああ、ここにいる。パパだ。いいな。うわー、なんかこういう子供のやつは辛いな。なんとかしてあげらんないのこれ。家族みんな。あの連中？あんた警官だろ。なんでこんなことになったんだ。なんで俺たちがこんな目に遭う。本当だよね。なあ。でレオンもよく知らないんだよ、なんでこうなってんのか。俺たちの天使だったのに。うわー、これ辛い。ママどうしたの？ママは眠ってるんだ。いいね。そろそろお前も寝かさないとな。エマ。やばい、これ本当に辛い。あれ、これワクチンとかでどうにかなんないんだっけ？さっさと行けよ。娘と二人にしてくれ。うーわー、これパパも辛いだろうな。彼には真実を知る権利がある。違うか？何？何？何の問いも。何が起きてるのか教えてくれ。こんなこと止めないと。これこの時点でエイダは知ってんのかな？俺は警官になったんだ。私の任務はアンブレラを止めることなの。命がけになる。この町を救うためなら何だってやる。あ、でも一応エイダも止めるために動いてるんだっけこれ。いや、なんか今までで一番辛いなこれ。あれ、こっち今あれだよね、親子が行ったとこだよね。あ、こっちから行くってこと？知ってるの？アンブレラは密かに生物兵器を研究してた。恐ろしいウイルスよ。人を不死身の化け物に変えてしまう。今の状況も説明がつくな。ちゃんとね、人の話聞くときはね、ちゃんとね、お顔見ないとね。これ何？どこまでいいだと行動するのこれ。すごいな、後ろ向きで階段を渡るレオン。怖くないの？アネット・バーキン？アンブレラの科学者でウイルスを撒いた張本人。彼女を見つけて捕らえる。あ、女性なんだ。アネット、なんかてっきり自分の最初のあれかと思った、ボスの人かと思った。すげえ、いだ、躊躇なく行ったね。うわ、てか何なのここ。なんか、地下みたいなとこ。下水道か。やっぱ下水道だよね、これね。お先にどうぞ。ああ、どうも。あ、先に行けと。なんかさ、ここゴキブリとかいなかったっけ。なんか元祖の方でさ、こういうところでめっちゃゴキブリ出てきた覚えがいるんだけど。本部の情報によれば、ここはアンブレラの施設とつながってる。おいおい、下水は公共のものだ。どうやったらこんな場所を使える？企業国家アメリカへようこそ。アンブレラは長年ラクーンシティを牛耳ってきた。こんなところに何？なんか施設があるってこと？結構深いな、しかも。
なんかここハリーポッターとさ、秘密の部屋のバジリスク、こんなとこあったよね、バジリスクと戦うときに。大丈夫、これ大きい蛇出てきたりしないよね。びっくりした。なんだよ今のは、地震か。バジリスクだ。やっぱりなんかもう怪物あれだ、ワニだ絶対。なえ、あれバジリスクじゃね。なんだあれは。あ、バジリスクだ。やばい、レオン目をつぶって。目やったら死んじゃうよ。やっぱ戦うんだ。あれ、こっちじゃないの。どっち、あれ、あ、こっちか。普通に見ちゃったわ。やっぱ戦う。セーブできる、一回セーブしとこう。あれでもなんかさ、ボンベみたいの利用して一発で吹っ飛ばせた気がするんだよな。これ絶対なんか一回は死んじゃう気がする。ブルーハーブこれ一応持ってっとくか。支流弾何があるか分かんないもんね。大丈夫、いないよね。ちゃんと左右確認して。あ、こっちは行き止まり。え、これ行き止まりだよね。あ、行き止まりだ。え、いいだ。あー、よかった、いいだ。なんで来ないの。めっちゃ先にレオンに行かせるじゃん。安全確認レオンにさせてるな。え、ここゾンビとか大丈夫、戦わないよね。うわ、真っ暗けっけ。あ、こっちか。え、ここあのワニだけ戦うの。まあ、いないならいないでさ、ありがたいんだけど。また揺れてますよ。まさか、最後まで付き合うぞ。おわ、さすがイケメン。うわ、なんかこのなんかプロペラ回ってるあたりでゴキブリ出てきた気がするんだよな。飛び降りんのこれ。はっ、散ったね。臭そう、ここ。本当にこっちでいいのか。待ってる。残念だけど。何、置いてくんじゃないだろうね。待ってろ。早速あんなでかいのと戦うのも。わーりゃー、レレレレレレ、嘘だ、やばー。レオ早く逃げて。逃げる、言われなくても逃げるよ。あれ、これってさ、逃げてレオン。あ、なんかすげえいいアングルだなこれ。あ、お水の中じゃ走りに行く。ゴリルゴリル。え、今なんかできることあった今。はは、2回戦目。これ倒さなきゃダメなのかな。攻撃しつつ逃げろってこと。なんか元祖の時さ、ボンベ加えて撃ったような記憶があるんだけど、これなんかここじゃ攻撃効かない。これもしかして、ひたすら冗談じゃないよ本当に。あ、なんか右に左に向けてればいけそうな気が。え、これどうしよう。今遅すぎたのかな。でもなんか避けられたね、さっきよりかはね。なあ、3度目だよこれ。なんか右に左に、ただこれ2回目さ、最初の時よりか明らかに長かったよね、こっち。あ、次どっち。ちょっとこっち行こう。逆逆逆逆逆逆逆。よし、あ、浮かせる浮かせる。ボンベ早く出てきてくれ。次どっちに来るんだこれ。こっからやばい、道の損だ。引いてこっち。あ、浮かせるんじゃね。来た、これ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 だよ、これこれこれ撃てばいいんだよね。撃った。あ、うーわ、満足か、食いしん坊の化け物が。かっこいい。すげえ、見て。うーわー、よかったね、今のボンベがあって。てか、俺何メートルあんだよ、このワニ。てか、これはなんだ？レオン、こっちよ。どっち？こんなの笑えないぜ。いや、笑えないよ。ほんとだよ。怒られてもないのかな？あ、でも意外とあっさりよかった、勝てて。これ、リーダーいなかったら積んでたよね、これ。上がれなかったじゃん。めっちゃイーダに助けてもらってる。いや、油断はしてないんだよ。人を化け物にするウイルスじゃなかったのか。ありゃワニだ。ありゃワニだ。無事逃げられたなんて感心。
じゃあああいう生物にも治癒ウイルスは影響しちゃうってこと？まあでも確かにあれだもんね、ワンちゃんもなっちゃってたもんね。あんなワニに、てかあのワニは何？元からあのサイズだったの？それともウイルスによって巨大化したのかな？アンブレラは化け物をどこに売るつもりだ？軍か？他のどこか？売るのは化け物じゃない。化け物にするウイルス。それを作ってるのがアネ。とても危険な存在よ。さっきのワニはずっと。ああ、その人が作って売ろうとしてるってこと？これまだあれだよね、地下だよね。あ、なんだ？なんかどこついたね。何これ？セーブないの？セーブ。あ、そして弾とかないな。怖い怖い。でも、セーブだ、ありがてえ。弾とか回復とか、そういうのはないの？まあ、てかね、これもうね、セーブするとこね、いっぱいになっちゃったんだよね、ほら。まあ、こう、古いのさすがにいらないだろう。こっから、どんどんまた上から上書きしていくかね。これでもエイダがいてくれる間は、なんかゾンビ出ないっぽいな。ありがたいな。ちょっと、エイダずっと一緒にいよう。あ、ムービー。誰だ？何者だ？アネットじゃね？アネット・バーキンよ。いた、やっぱり。彼女は例の。時間がない。早く処分しないと。何よ？Cウイルスを出しなさい。それは無理ね。これは警告よ。あら、そう。何持った？なんか持った。待って。なんで？なんだ？危ない。当たっちゃった。シーウィルスは渡せない。逃げちゃったよ。てか、なんでさっきのゾンビ燃やしたの？銃があるなんて反則よ。こっちも持ってんのに。いいから早く行け。彼女を止めるんだ、早く。イケメンが撃たれちゃったよ。やばいってこれ。大丈夫？ダメだこれ。やばい。ちょっと待って。これまずレオンを救った方がいいって。なんかエイダ服装変わってない？施設の、かけてあげてんのか。アネットを追ってる。なんか、結構すぐ現れたね。わあ、なんか無線でやりとりしてる。彼女が持ってないなら、ネストにあるはず。これなんで燃やしたの？なんか重要な死体だったのかな？手に入れたら解析に回すわ。誰とやりとりしてんのこれ。イケメンが撃たれちゃったよ。かわいそうに。これまずレオンスコ。逃げられるものなら、ね。アネットよりまずちょっとレオン、ちょ、人工呼吸しよう、人工呼吸。人工呼吸できないのこれね。ちょっとエイダしゃがんで。ちょっと人工呼吸。ちょっと。ダメだ、できない人工呼吸。くっそー、イケメンとチパチパできるチャンスだったのに。あれ？これさっき切ったとこ？だよね、多分。でもなんかちゃんとこれかけてあげてるのはあれだね。偉いね。ということで、ちょっとキリいいから今回ここで終了にしとく。てか、なんでこれ燃やされちゃったのこの人は。なんか出てないお腹からこれ。これももしかして自由ウイルスで、なんかしようとしてたんじゃないのこれ。なんか出てるよねこれ、明らかに。ということでね、ちょっとレオンと人工呼吸はできなくて、残念だったんだけど、次回じゃあ、こっからあれだね、エイダを操作していく感じになるんですね。じゃあ次回、またエイダからやっていこうと思います。ということで、ご視聴いただいた方、ありがとうございました。